読売巨人軍の投手陣が豪華すぎる。これも優勝やろ。こちらすでに貼られた投手陣、ワクワクとなっております。投手オーリーグ4位ぐらい、結構良くなると思うで。先発も若手が何人か出てきてるし、リリーフ陣はかき集めてるし、久保の魔改造が効いてしまうやろ。先発はいける。中継ぎは相変わらずゴミばっかやんけ。森田は現時点でドラフトトップの投手屋で、年齢で2位なだけで。2019年の頃の原なら優勝できる。今野原や阿部ジャコトシと同じくらいになる。菅野の落ちぶれっぷりが泣ける。ケラーやババが勝ちパターン入ったら劣化阪神とか言われそう。これで勝てるとは思えん印象やな。ババは勝ちパに入るんじゃねえ。少なくとも今年のお前さんたちと比べたら上の成績。4点近かったリリーフ防御率が3点台半ばになれば大成功。ケラーババ加入で結構層が厚くなったと思うわ。噂されたチェコの選手は無理なのかな。菅野ボロクソ言われるような成績じゃないだろう。ご視聴ありがとうございました。